人気アニメ忍ぶたまらん太郎の劇場版アニメ劇場版忍ぶたまらん太郎ドクタケ忍者隊最強の軍師12月20日公開のドクタケ忍者隊の冷徹な軍師天気のキャラクタービジュアルが公開された。キャラクターデザイン新山恵美子描き下ろしによるビジュアルで白装束に身を包み長い髪をなびかせたその男は恐ろしいほど冷たい目をして太刀を振りかぶる。行方不明となった土井先生と瓜二つの顔をした天気は一体何者なのか。まだその正体は謎に包まれたままとなっている。尼子総兵衛氏の漫画落第忍者乱太郎から生まれ人々から愛されている国民的人気テレビアニメ忍ぶたま乱太郎。映画の物語は2013年に刊行された小説落第忍者乱太郎ドクタケ忍者隊最強の軍師をベースにした初の映像化となり劇場アニメ化を待ち望む声も多かった。屈指の人気作となっている。物語は黄昏時忍者諸泉武那門に挑まれた決闘に向かった後消息を絶ってしまった土井先生御事那門とその上司にあたる雑渡り本那門から一連の事情を聞いた忍術学園の山田先生と6年生たちは土井先生の捜索にあたるというストーリー。